皆さんこんにちは今回は 天保の改革と、あとは諸藩ですねさまざまな藩でどんな改革が行われたのかということを見ていきます三大改革の最後の天保の改革早速ですが見てまいりましょうその天保の改革、水野田区に行なかったこととしてその株仲間解散令の中身や挙げ地令の中身を見ていくことになります各地で、まあ、図書広さ瀬、島津、成明ららが藩代を作ったりね、長州では腰に肩作ったりあるいは土佐では、あるいは飛山ではどんな改革が、ちょっと細かめになりますけど 安倍島直政の改革こんなあたりを見ていくことにしますはいそれでは早速天保の改革見てまいりましょういきますまずね水野忠邦という人物が老中としてまあ政治の中心になりましたそんな中まずは株仲間解散物価の引き下げを図りますこの頃物価が高かった 物の値段が高すぎてね物だけ値段高いのに給料変わらなかったら物が買えない暮らしができないいうことでなんとかこれを物価を引き下げなきゃいうことで株仲間って何だっけ株仲間は1 0倍同業者組合要は あなたたちだけが売っていいですよって独占的に利益を上げることを認められたその人たちはさ結局値段を高くするわけじゃんで値段が高いということは庶民は高く買わなきゃいけないだからそれがなくなれば株仲間という特権商人たちだけじゃなくて他の人も自由にこれ商売に参加することができればより安く売る人が出てくるだから値段が下がるだろうとしてこの株仲間解散しなさいと言ったしかし 結論はあんまり効果なし、ね、結構この業者からすごい文句言われたりしてねあとでまた株なんかもそして天保の神聖旧礼は前のところからのつながりほら前異国船打ち払い例で外国にガンガンね、まあ、ぶっ放ってたらモリソン号事件が起きちゃったりあるいはアヘン戦争なんかで中国の様子を聞いたりしたら日本も「やべえこれ」ってことになって。 天舗の浸水給与の改革で天舗の浸水給与例いいよね浸水給与例っていうのは前に出てきた単語じゃない薪や水をあげようそうその優しい政策に戻したということなんですね前に文化の浸水給与で優しくしたで異国癖の打ち払いで厳しくしたでここ天舗の浸水給与例でまた優しくした、まあ、そんな流れになりますそして人返しこれはホームレス対策パート3というやつでしたパート1と2 覚えてますかパート1と2これが管制の改革の時の一つは人足寄せ場の設置一つは給力納例、ほら職業訓練所を作ってここで手に職つけて働きなさいとか田舎にお金あげるから戻ってちょうだいなんてあんな話3つ目は厳しいっす。都市に流入した農民無職人の強制毀損ですから。 帰りなさいですから、ね、もう帰んなかったら死刑ですからめっちゃ厳しいっすかたらこんなふうに「人返し」とか「人返し」例人返し」の方、まあ、語尾はちょっと変わっても全然構いませんのでねそして最後げ地江戸大阪周辺の土地をこれ幕府に起こしなさいなんて言ったのが上げち礼覚えてるげ米あれはどこ上げいこれは享保の改革のところでやった幕府に米をちょうだい。 げ地まあ、これ稚地魚地なんていうんだけどこれは幕府に土地をちょうだい。でね江戸大阪周辺の土地は、まあ、簡単に言ったらまあ価値が高い今でもほらその都市に近いところは地下土地の値段高かったりするでしょう便利だし、まあ、あるいは外国とかからその江戸とかを守るのにもねそういったところ大事だしだからこの辺りにいる大名に「すみません別のとこ用意してあげるから別のとこ行ってください」と「幕府がその江戸大阪の近くの土地は直接支配しますから」と言った。 ところがさまあこれ江戸の近くっていうか逆に江戸の遠くにはどんな大名がっていう話だったっけ江戸から比較的遠いところには戸様大名言い換えると江戸に近いところは不代大,大名まあ戸様よりも偉い有力な大名がいっぱいいたんですよ。で これ水野忠邦って浜松藩主だったけどもともとすんごい大きな藩の藩主とかっていうわけではなかった非常に賢くて有能だったですけどねでそんな彼がその、まあ、言ってみれば自分より格の高い身分の高いような大名たちに「この江戸の近くは幕府のものをしますから別のとこに行ってください」と言ったらもうもう「もって「ふざけんなふざけんな冗談じゃない何度どらら遠く行かなきゃいけないんだ」と大騒ぎになってで「俺らにそんな遠く行け」とか言うなら「お前がどっか行け」ってクビになっちゃったんです。 この水野忠にはあげ地令しようとしたけど失敗これが大事ねしようとしたけど失敗これで水野くには失脚生後問題丸罰問題なんかでねあげ地令を出して成功したとかあげ地令を出して江戸大阪周辺の土地は幕府の直轄化となった直轄化された罰できなかったんだよ。 やろうとして失敗なんと41年に始まったけどもう43年2年後にはもう事実上の首三大改革というけど三大改革の1つ目享保の改革吉宗は30年やってますからねここも3年ともたずにということですから同じ三大といっても随分違いますねこれが天保の改革。 享保の改革はさこのページもいっぱいね切り替わっていったけどもう天保の改革これが全てねいうことになりますこんなんでもう幕府がたださ幕府の命令で「どけー!」って大名に言ったのにもう大名が「やだやだ!」って文句言ったじゃあねこれ実際命令出したとがクビになった行かなくていいよ遠くにってことになったわかる幕府が命令出しても みんな言うこと聞かないでいいってことになれば誰も言うこと聞かなくなるわな文句言えばいいのかってねなっちゃうもう幕府の権威もグンと落ちてしまってどうにもなんなくなってしまっているペリー来航10年前というところになります。はい、そしてペペリリーー来航10年前あととととはまままでと行きたいがだ、ま、だちょっと、ま、だちょょっっ ここでね、えー、諸藩の改革というところを見ていきましょう薩摩長州と貴前というところを中心に、まあ、ここ「有藩」なんて言葉がありますがこの時から力をつけていきます最終的にはさご存知薩摩だ長州だ、まあ、こういったところが幕府をやっつけていくことになるんですがもともと圧倒的絶対的な力を持っていた幕府で藩なんていうのは大した力なかったんだけれどもそれがまあ幕府をどうやってやっつけれるぐらいのところになったのか。 まあもっと言うとこれ最終的に戊辰戦争なんかでね薩摩長州のヘたちが中心となって幕府と戦いこれをまあ勝つ勝利するわけなんだけれどもその時にさやっぱり戦いで何が必要かってとにかくお金、まあ、軍事力の前提となる経済力っていうのがどうしても必要普通幕府と戦ってあの勝てるような経済力なんかどこも持ってなかったのが持ち始めたんだよ。ねどうやってっていう話その辺りを見ていくことになります。まずは藩藩の紹介薩摩藩 長州藩薩摩長州は知ってるけどそれどこなんという人いないでしょうか大丈夫でしょうか薩摩藩というのは薩摩の国まあもう一個厳密に言うと大隅の国を合わせた今の鹿児島県正式には鹿児島藩と言いますねちなみに長州ってなんじゃ長州って今の山口県ですけどなんで長州かはご存知かなこれ長門の国だから長州なんだよ長門の国だから長州 で、まあ厳密には長と巣を合わせて現在の山口県辺りを長州藩と言いましたでその薩摩長州どんな改革が行われたかまあちょっとさらっと見ていく感じかな図書広里という家老幕府でいうと老中みたいな大名の下にいる人のもとで砂糖の千倍制この藩だけが薩摩だけがこれ奄美とかから入ってくる砂糖を千ね独占的に売ることができて大きな利益をそして その後島津成明なんていう人物は大砲工場反射炉なんかを作ったりします後にこういった人たちが出てくる薩摩藩の紹介ということそして長州藩では村田政府なんていう人物がに方を設置難しく委託販売とか書いてあるけれども、まあ、簡単に言うと荷物を預かって、ね、高く売れる時にそれを売って手数料もらったりとかいろんなことをする結論この模試に方でめっちゃ儲かったんです。 まあ、薩摩も長州も多くの藩が幕府と同じようにお金がなくてすごい困ったりしてたんだけどその長州はこの本当にね腰に肩でどんどん借金を返していく。だ言うならばこの腰に肩で大きくなった長州経済が助かった長州が軍事力を手に入れ幕府をやっつけるわけだからもしかしたら。 これがなかったら最終的に薩摩長州が幕府をやっつけたなんてそんな長州が出てこられなかったかもしれないぐらいなんですよなので当然重要ねやっぱり中学校小学校と違って大学向けた高校のね勉強というふうな形になってくると高校 腰に肩みたいなねなねんでそれが重要なのかこのあと摩長州が幕府やっつけましただけじゃなくてこういうのがあったからお金が手に入ってで幕府やっつけられたんだよって言ってこういうとこ聞いてくるんですよね。いうのでどの班でどういうことがあったのかちょっと面倒くさいかもしれないけどこれを一個一個押さえるようにこう九州ねこれ中国地方ぶっちゃけ山口県がどこなんて地図が分かってない人がいれば地図はしっかりまず見といてください。 そして薩摩長州に続いてちょっと前なめになってきますが比善土佐ですねまあ薩摩長州土佐比善なんて言ったりもするんですが比善藩は佐賀藩とも言いますまあ、比善の国というのは現在の佐賀県と長崎県両方ですねだから長崎とかを含むんですねここでは大名鍋島直政なんていう人物が改革を行いさっき薩摩でも出てきた反射炉 大砲工場実はこちらが先になるんですけれどもね幕府より薩摩より先にこんな大砲工場を作ったりしていましたそれから土佐ですね坂本龍馬とかが出てくる土佐藩はまあ何も書いてないんだけどもなかなか改革が進まなかったなんていうそんな藩でもあります山内豊重別名山内陽道、ねえー、こんな人たちが藩主なん,が藩主なんですがまあ改革はなかなか進まずね坂本龍馬がもうこんな藩やったらねえぜーとか言って脱藩 藩を辞めちゃったりなんて話も出てくるんですけどただ大きな藩でやったことは間違いなくこの後中心に政治の中心になってくるその4藩薩摩長州土佐肥前薩摩長州に続いてこの2つもちょっとイメージ持ってね場所はもちろん土佐高知県だよ四国だよ肥前は佐賀県長崎県辺り九州ということになります。 はいそれでは最後練習やっていくことにしましょう参、まあ、りますまずは天保の改革の方ですねまあ、誰々が天保の改革を行ったとありますからまずは天保の改革を行った人水野忠邦。浜松の藩主だった老中ですね水野忠邦が天保の改革を行い物価の引き下げを目的に何とかの解散を命じた物価の引き下げを目的に何の解散ですか 株仲間の解散ですね株仲間の解散を命じたあるいは何とかを出して江戸大阪周辺の土地の直轄化を図ったりしたが改革は失敗したなんて書いてありますね。これが何を出して江戸大阪周辺の土地まあこれを幕府のものにしようなんて言ったのが上げ地礼。 ま知るという字ですからねそしてその下行きましょう諸藩の改革天保期から、まあ、この天保の改革ぐらいの時期からさまざまな藩で改革が行われた薩摩藩では下級武士から登用された誰々が砂糖の先輩性を打ち出した理由なんてありますからこれが図書これでね図書と読みますね広里。 図書広里がやっぱり藩主ではない薩摩の藩主は島津氏ですからねそしてその大名藩主島津奈良家らが大宝製造のね何とかを建造したといったら藩射牢。藩 大砲製造の工場を作ったりしましたまあ、でっかい鉄の塊なんかを作るなかなかできなかったんだよね幕末に新しい技術なんかが入ってきてこういうものが作られるようになりました長州では藩士の誰々が委託販売などを行うコシニカタランいう役所を設置しこれで長州の財政が一気にね好転していくんでしたその村田政府という人物これも重要だったりするわけですね ね、らった清風という人物押さえてみてください。<music> はいということで見てまいりました三大改革の最後といってもすぐ終わっちゃった天保の改革とあとは諸藩の改革ね、まあ、これ本編で話した通りその諸藩の改革というところはこれ結局幕府をやっつけることになる薩摩長州どうやって力をつけたのかこれがあったからその後ねたくさん西郷隆盛が出てきたり木戸孝義が出てきたりってところにつながるんだそう考えながら押さえてみてもらうといいかなと思います。